はい、皆さんどうもこんにちは。工藤です。ファイアーエンブレム暁の女神続きをやっていきたいと思います。何でしたっけ。あ、漆黒をね、どうにかしないと。パージは、もうなくなったのか。ここは神官が、あ、何人かいるな。魔法26。27。まあ、ミカヤの光レベルはまだ上げられるということにしておく。じゃあ、ローラでもガンガンローラを使っていこう。ああ。どういこうかな。真ん中から生かせるのはちょっとな。右から行ってこう戻ってくる的な感じで行こうか。ローラは倒します。よっしゃ、で、こっちはサナキがやっぱちょっとレベルが低いから、キラボ攻撃が33。誰で受けようかな。ノイスは無理か。いや、まだ後で考えるか。とりあえずサナキで倒そう。待って、サナキは、炎 S、炎のレベルを上げないと。AD は受けちゃダメだよな。でも、必殺回避が、あ、でも、頼みますよ。力。よし !OK、これで一応ファイヤーが高速落ちなくなった。で、攻撃33だろ、必殺が59。しかも絶不調ときた。33だから9、9327、耐えるな。じゃあ置くか、エディで風切り装備で。ノイス、レオナルド、じゃあサザ、ミカヤ、グリム、この辺動こうか。あー、でも宝探しもしないといけないからな。もう遠距離武器はないはずだから、安全に行けるはずだ。ここに置いてみるか。来たー。ちょっと怖いけど、何パーだ。うわ、29パーあり得る。うわっ、ヘイヘイ。くそー、エディは幸運カンストしてるのに食らうのか。あ、ナイフを持たしたままだった。よし、えい。確かね、バゼラードがどっかに埋まってるんだよな。この道具結構いいもん、いいやつ。あっ、なんか苦しいよ。
小宇の二人が近づいてきてるな。倒しちゃう。ナイフでも投げとくか。はいはい。おい、いいね。よう出るな、漁港。ローラの 3D ポリゴン可愛いですよね、なんか。よしよし、速さいいね。魔力が伸びる。伸びる伸びる。この二人の相手しようか。漆黒はさ、ちょっと邪魔だからさ、どっか行ってほしいんだよな。体当たりもできねえし。チャーキー、タナキでファイヤー。危ねえな、近づこう。Fire, Thunder, Hey, Okay. こっちは杖がいないんだよな。スクリミルはさ、化身したらさ、漆黒どうにかなるんじゃない？ならないかな。化身させたらさすがに移動はあれだろ。ラグズだし。救出できる。救出しようぜ。え？不要だ。男だ。死後こそ我が役目なれば。やめてよ。くそ。この野郎。こいつはもう、この右端に飛び込めておこう。邪魔だから。よし。こんなもんかな。ああ。ちょっと、あ！ああ、マジかよ。マジか。回復したいな。ノイス。ここで待機してからの傷薬で。よしよしよし。あ、こっち行ってろ。これ一人じゃ、ラジ開かないな。あっ。あ、来る。あ、まあいいや。とりあえず、ブラットン、ブラットン。えい。クロスボウ。左からの増援をちょっと対処しよう。よいしょ。やっぱ移動がね、制限されるのが困りますな。話せるかな。話す。
離して OK。 離してダメだ。まあいいか、離すか。騎士様、ご無事だったんですね。あなたほどの方ならば石になることはないと思っていましたが。乙女王、等しいな。また私たちを助けてくださるのですね。土地ではない。え、私はソルタを守るためここにいる。騎士様、なぜ私を。戦いと定かだ。胸の話は土へ向けだったな。失礼する。あ、こいつもストーカーかよ。ささ一人で十分だって。ちょっと待って、漆黒は重量25。あちゃちゃちゃ。うわー、スクリミルしかいないじゃん、体当たりできる。イレースはちょっと宝の場所が分かり次第イレースとかを宝探しさせるか、飛行系とかで。うん、こんな感じですかね。ミカヤ、オッケー、いいよ、別にミカヤ来てもいいぜ。魔法をカンストしててやっぱ結構食らうな。いってぃ。ルル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 。さすがに追撃できないか。ノイズか。まあさすがに3組不利な AD にかかってくることはないだろう。避けろ。よし、うらおら、ああ、死なない。1足りない。これ、レオナルドでいただくか。いいね。HP60。キリがいい。幸運曲がったぞ。ああ。あ、もう。なんなんだ、こいつは。うおっ、マジで漆黒どっか行ってくんないかな。エルライト、クロスボウが威力20、攻撃28、19、耐えるよな。ソードマスターは一応出撃はされないのか。幸運も40あるし、いけるだろう。一応ブラッドを支援範囲に入れて、こっちを削っとくか。なるべく急がないとな。漆黒に全てを、全てこの辺の敵を食われる。急がなきゃ。当たれ、当たれ。あ、オッケーです。もう今更育てても中傷には連れていかないんだけど、レオナルド。でも、まあ、使ってあげよう。これ、サナキで削って、そしてバルケ、この辺だったな、確かこの辺。この辺だった。サナキで削って、でファイヤー、うん、おお、いいね、エディ。当たんねえな、やめとこう。はい、やばよ。ソードマスター怖えな、敵の。必殺あるし。で。
もうあれだろ、ないんだったら体当たりしようぜ。えい、話す。やっぱりな、世界が滅亡してもあんただけは生き延びると思ってた。けど団長も無事だ。団長は必ずあったを通す。いつでもいつまでも逃げ回ってるわけにはいかない。そうだな、遠からず決着の時は来る。え、あった、その口調、まるで団長と戦いを期待してるみたいだな。団長とやって勝てる気がいるのか、それとも。さてな。ああ。理解はちょっと、あ、自分で回復しよう。あ、こうやって一歩しか動けねえから、行動を制限しちまえばいい。囲んじゃえばいいんだ。あ、二歩動けた。じゃあやっぱ、うん。どうしようかな。リアーネは、ここまで行って、再移動。よし、上がるぞ。魔力と速さを頼みます、魔力。もう、詐欺のためはお前と、そのお父さんしかいなくなったぜ。世界に二人しかいない。あ、暗い。漁港。うん。待ってよ。あ？え？攻撃 28？ 弱。効かないじゃん。来ても2人ってことか。まあ、大丈夫だよな、ローラー。いけるよな。多分クロスボウ、多分ブラッドを狙うと思うんですよ。しっか、ちょっと、あ、ここら辺の人たちもっと早く行こうぜ。こいつらの相手をしよう。間に合わない、やっぱりな。効かないだろ、ほら。ああ。何しに来たのかい、君は。ういどん。よし、いいね。魔法無視。オッケー。素晴らしい。37って今、ぴったりじゃなかった。ぴったりじゃないのか。うわ、どんどん来る。あ、37ぴったりだ。どうしよう、こいつをやるか。24 24、うん、やっちゃおうぜ。えい、残念だったな。おお、ブラッドらしいな。 HP がね、あんま伸びないんですよね、ブラッド。多分カンストッチしないわ、できない。化身。よし、戻ろう。で、
構やばい、来てるんだよな。お前は突っ込んでろ。ういっ、ちょっとほんと邪魔なんだけど。やばいな、やばい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 。話せる？話せないか。なあ、ほんとやめて。てほしいなあ。急がないといけないじゃん。ローラで誘うか。にもやばいやついないじゃん。鋼の槍ぐらいだろ。ローラで誘います。いや、遠距離武器が消えたからちゃんとリアーネが動かせる。うわ、当たりそう。よし、はい、さよなら。37ダメージ。よし、もうレベル10だ。おお、いいね。守備魔法美味しいな。お、来やがった。お前そんなに勝てると思ってるのかい。おお、それのどこがエルファイアだい。よし、はい、もう一回。 OKおいしいです。もう、もうちょっとやめてよ、本当に。もう、とりあえず急いで下に行こう。下に、こっち側だ、もう誰も来てないからな。とりあえず突撃型だけサクッと片付けよう。えい、もうちょいだ、サザもうちょいだから、もうやってる。これでレベル上がるだろう。速さ速さ速さ、よし、速さ OK。 速ささえ伸びればもう何でもいいや。もうそのぐらい速さが重要なんだよ、このゲーム。
さようなら。あ、技カンストか。あ、杖もまだ S じゃないんだ。お前はちょっと突っ込んでろ。で、ここに来ちゃえば。よし、これでこいつはもう下にはあんまりいけない。よし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 。いつどこの辺でも探索するか。よし。うわあ！ああ！ちょっと、ちょっ、三人も来る、しかもお前、うわっ、やばい、逃げろイレース。マジで。あ、トライアングルアタックでもするか。いやー、それちょっとな。でもトライアングルアタックしたいな。やるか。トライアングルアタックして逃げればいいんだ。マーシャは、いや、ちょ待って、トライアングルアタックとかダメだ。で、とりあえずネサラ倒せねえ。マジか。ちょっとイレース攻撃。あ、ちょっとやめてよ、マジで。マジでやめてよ、ちょっと。とりあえず、こいつ。ネサラをほっぽり出しとけば、大丈夫だろ。うわい。滑走、滑走、滑走。あー、なんでこんな時に出せない。来いよ、お前たち。相手してやるよ。救出して逃げる。ちょい、よし。で、しぐるんで攻撃し逃げよう。えい、初めてシングルーン使った。シングルーンレベル19のくせに HP 低すぎだろ。ここよし、よし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 。あぶねえ。移動する。ほらや。さあ、ああ、無理か。
ローラ。いやー、ちょっと待って。あ、じゃあここ再移動させて、あ、いいねこれ、再移動させて、見えないんだけど、あ、でもドラマスもいるんだな。あ、ヌミだってパージだったのか。でも撃ってきてもおかしくないよな。もうなんで撃ってこないんだ。ノイス。これでこいつ、とりあえずこのハルバーディアとか誘うか。手あり。こんなもんかな。あー、ビビった、マジで。ほんと、もう増援ねえだろ。倒せない。で、さすがに手槍の攻撃力じゃ無理か。よい、オッケー。もう一人は来ないか。じゃあ、あのアーチャーサザで美味しくいただくか。何これ、パージノイスって、え、専用セリフあんの。人間ってのはな、自分が犯してしまった悪事から逃れられねえのさ。いつか必ず追いつかれて、報いをし合わされる。今のあんたみてえな。ねえ、ノイズって専用セリフあんの？これ専用セリフ？よしよし、オッケー。ドラマスが初期位置から来るとは思わねえよ。さあ、滑走滑走来た。かあかあかあ、よしかあ。強えな、やっぱ王族は。焦ったー、マジで。なまだ来んの。よし、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。